ここまで全てのステージでクラシックロックを歌い勝ち上がってきたイシャドウさくら。ロックってこのみんないろんな人が一つになれると思うんですよ。だからさくらがやる曲とか演奏する曲とかでこのお客さんがみんなで一つになれるような歌手になりたいです。今回も当然。今日はどんな曲を歌ってくれるんですか？今日は「We Will Rock You」という曲をアクスティックバージョンで。I know that song. Really? I jam with her. Oh really? You wanna jam with me? なんかエヴァンがちょっと一緒にギターやるかもしれない。マジですか？ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。かっこいい。He played the guitar with me. What? 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 Evan-san played the guitar and I was so freaking happy. Woo! Yeah. Oh my god. She just gets it. I would be in her band. 一つだけこの気になる点っていうのは、クラシックロックはいいけど新曲をやった時に。どういうふうに自分のものにしていくか、まあちょっと不安です。